こんにちは、みほです。あれちょっとね、散らかってるな。いい？ちょっと散らかってるけど、まあいいか。はい、今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はまたね、すごいね、神様、もう人間界の神様みたいな人に出会ったなと思って、それ紹介しますね。でもね、内容はブックレビューなんです。この本です。あなたのお部屋がイライラしないで片付く本っていう、丸山郁美先生のね、出された本なんですよ。これをね、紹介します。この本はちょっと新刊じゃないんですよね、確か。2015年に最初にね、発行されたやつなんですけれども、私ね、全シャリをやってるってね、もう動画で言いまくってるんですけども、全然できてないんですよ。で、片付けも本当に苦手やし、もうね、日々ね、片付けで、ああ片付けたいなってね、悩まん日が多分ないと思います。本当にね、ミニマリストさんから見たら、そんなん言う間に捨てたらみたいに思われると思うんですけど、なんかね、執着が強いんでしょうね。なんかもうね、捨てられないし、片付かないし、本当に悩んでました。で、その時にね、この本に出会って、あ、そうやったんやって、めちゃくちゃね、目から鱗いっぱい落ちたので、紹介したいなって思います。で、まずね、この丸山先生の片付けメソッドっていうのは、整理整頓とか、はい捨ててくださいとか、そういうのではなくて、まず心理学を取り入れてるんです。それがね、アドラー心理学っていうやつです。ベストセラーになった嫌われる勇気っていう本、読んだことありますか？私もね、アフィリエイトブログの方で昔紹介したかなと思うんですけど、あれはね、読んだんですね。ですごい良かった、衝撃受けて、内容9割ぐらいも忘れてるんですけど、なんせね、すごく勇気をもらえたんですよね。嫌われる勇気っていうタイトルで、なんか自分自身が肯定された感じがすごくね、読んだ後残った本だったんですよ。で、丸山先生はその勇気づけの心理学を取り入れて、片付けをしましょうっていうね、メソッドなんです。それがね、すごく良かったです。先日私は着物の整理の動画を出したんですね。で、その中で今までやってない方法として、快か不快か、快か不快かで着物のね、整理をしていきますって言ったんですけど、それはね、丸山先生のね、このメソッドをね、ちょっと取り入れてたんですよ。だからね、ちょっと順番逆になったんですけど、はい。でね、この本を読んで最初にね、思ったんが、快か不快かっていう自分にとっての心の部分が、もう本当に片付けって大事だなって思ったんですね。で、今まで自分がどうして片付けられなかったのかなっていうところと、私が片付けられない原因っていうのをすっごい考えてみたんです。でね、これ気づいたことが、あ、ほとんどの人に当てはまるだろうし、これが気づけないために苦しんでる人多いんじゃないかなっていうのが一つ分かりました。それは散らかってる状態が自分にとって都合がいいからやってたんですよ。都合がいいからっていう言い方、表現と、あとは都合がいいから、楽やからとか、あ、メリットがあるって感じかな。自分にとって都合がいい、メリットがあるから、私散らかった状態になってたんやって思ったんです。で、あ、それやったらメリットあってやってることやから、別に散らかっててもええんじゃないっていう結論というか、その気づきがあったんですね。で、丸山先生のね、この本にはね、綺麗な状態がね、必ずしもいいとは限らないって最初の方に出てくるんですよ。この帯のところにもね、書いてあるんです。ここに、綺麗な状態が必ずしも良いとは限らないという言葉に本当に勇気づけられましたっていうね、ユーザーさんの声があるんですけども、ほんまそれ
です。っていうのは、例えばですね、洋服を畳めないとか、脱いだ服、ね、床に置きっぱなしにしたりとか、床置きしちゃうっていう人いますよね。で、床置きしないのがすっきり見えるポイントとかね、結構ね、言われてる人あるんで、皆さん知ってる人多いかなと思うんですけど、私の場合もそうやって、なんでそれしてたんかなって思ったら、床に置くのが自分にとって都合がいい、メリットがあったからなんですよ。っていうのはすぐそこ取れるからとか、片付け行く時間よりも他に使いたい時間の使い方があるとか、疲れてるからそこ置きたいとか、疲れてるから畳みたくない、直したくないっていうので、自分にとってのメリットの部分が優先された結果が部屋なんだっていう風に分かったんですよね。これ片付け普通にできる人だったら当たり前のことやんって思うかもしれないけど、片付けをしたいのにぐちゃぐちゃにいつもなってる私からしたらすごい疑問だったんですよ。ここまで気づくのにね、すごいね、何十年もかかってる。うん、それをね、教えてくれたのがね、この本なんですよね。直接ね、メリットがあるからそうしてるっていうのはね、書いてあったかな。ちょっと私いろんな片付け本を読んでるんで、頭の中ぐっちゃになって混ざってるかもしれないんですけど、あ、結局自分にとって楽したいっていう回の方を選んだ結果が散らかってた部屋なんだって思ったんですね。でも今そこに物があってあることが邪魔やなとか、これここにあるべきものちゃうやんなっていう風に自分の中で不快が芽生えたんだったら、あ、じゃあこれが貝であるにはどうすればいいかなって、私が貝の状態になってるにはどうすればいいかなっていうのを考えて、すぐに片付けたりとか、新たな置き場所を自分で考えて決めたりとか、そういうね、ステップがね、踏めるようになってきました。読んだら、はい。で、最初に丸山先生のこの本のメソッドでは、自分の理想の生活とか行動とかをイメージしましょうっていうところから入っていくんですね。で、そうなんですけど、私それすら難しかったんですよ。自分の理想って何なんやろうみたいな。で、理想がね、どうなんやろっていう時に、結構ね、あ、ホテルみたいに何にもない部屋とか、あとは無印良品の家みたいな、すっきりした直線で、なんか面のところには何も置かれてない部屋みたいなのをイメージしたりとか、あとはインスタとか、まあ、雑誌とか見て、なんか小綺麗でおしゃれな部屋見てね、あ、これ私の理想やとか、理想に近いのどれやろうかって選んでたんですよ、今までは。でもね、それじゃあね、ダメやったっていうのが分かりました。みんなね、自分それぞれにとって理想はね、違うはずなんです。で、快不快が違うんですね。で、それを他人の理想のお部屋を見て真似しようとしても絶対に散らかるし、できないっていうのが私が気づいたことなんですね。で、最近はどうしてるかっていうと、まあ一個ね、物あって、これいつもここに出しっぱなしやわって思った時に、まずね、自分を責めることがなくなりました。うん、っていうのが、ここにあることが私にとってメリットあるから私置いてるんやなっていう感じ。だから、あ、よしよし、ここにあった、嫌になったんか、じゃあ別のとこにしまおうか、どこがいいみたいな、なんかね、ちょっと自分との対話でね、なんか一人二役みたいで、ちょっと気持ち悪いかもしれないけど、置いてること自体とか散らかってること自体に罪悪感っていうのがなくなりました。うん、だって自分が選んで都合がいいからそこ置いてるんやもんね。出しっぱなしにしても、たとえゴミであっても、ゴミをね、捨ててなかったとしても、捨てるんがめんどくさいから楽したいっていう楽のメリットを取ってるからそこに置かれてるだけで、別にね、自分のそれは快っていう気持ち、心地いいっていう気持ちに素直に従ってる行動なんで、あ、別に責めることないやんなって思いました。うん、それがね、アドラー心理学の勇気づけの部分やと思います。うん、片付けをね、最初にね、綺麗なね、あの部屋、何もない
私が憧れるミニマリストさん空間をねイメージしてたら、絶対にね全然違うわ、物いっぱいあるわって、もうね攻めて攻めて攻めて、そういう気持ちがずっとねあったんですけど、一つ一つの物との付き合い方とかの考えてた時に、あ、私はどういう行動をしてどういう選択をしたからここに物が置かれててこういう現状になっているっていうのが本当にね素直にね受け止められるようにメンタルが変わりました。だからやっぱり整理収納アドバイザーの資格を取った時に、片付けはねもう8割メンタル心やなっていう風に最初にね聞いたんですけど、やっぱほんまそれって思いました。はい、気づくんで10年以上かかってるけど、で今でもねもちろん心面は変わって日々ね良くなっているとは思うんですけども、それでもね不快な時ってありますよね。なんかここにあもうまた出しっぱなしにしてとか、あとは自分自身がね一人暮らしで住んでいる人ならまあ自分でね裁量で全てやればいいと思うんですけど、家族がいたりしたらイライラってしちゃったりとかすることあると思うんですよ。でもその不快の感情自体もなんか悪いものっていうか否定する気持ちではなくなりました。今はなんでかっていうと、この丸山先生が不快な状態でイライラを感じたっていうことは、それは理想の私への、 気づきのサインだからって言ってくれてるんですね。私もほんま、あ、そうやそうやって、だってね快にするためには不快がわからないといけない。まあね、私が前に出した神様のあの動画の通りなんですけど、不快だって思ったってことは不快の反対にすれば快ですよね。もしくは不快をなくすようにすれば快の状態になれるっていうことだから、理想の自分、理想のお部屋、理想の生活、ね、幸せに向かって自分で行動を変えられるっていうサインなんですよね。メッセージやなって思いました。だからね、片付け本たくさんあるけど、多くがねまずは片付けたいところのものを全部出して、いるいらないに仕分けして、はい捨てましょう、で残ったものを整理整頓しましょうっていう風にスタートしていくと思うんですけども、この本はもうその前段階、前の前段階、あ、洗濯機がね前の前段階をねすごくね丁寧に教えてくれる本でした。私のね深い悩みがね、まあ、解決していくなっていうのを感じました。でもちろん皆さんも自分自身向き合ってほしいんですけど、本当の私にとって快って何なのかなって思って、だから私は、まあ、観葉植物とかね、あと可愛いものブライス人形とかもね置きたいから、私の快と動画でね見て憧れてるミニマリストさんのお部屋とはね、やっぱり違うんじゃないかなって、なんか私の理想として違うんじゃないかなっていうのがちょっと最近思ったんですね。今までみたいになんか理想の暮らし理想の暮らしって思いながら生活してた時に、インスタ見たりとか他人のお部屋を見たり、雑誌のねあのインテリアのコーナーですごい、あ、かわいいなかわいいなとかね、ほんとたくさんね本も読んだし、なんかあの外国インテリアの本がね本をねたくさん買ってみたりとかしたんですけど、そうしなくても自分の一つ一つね、自分の目の前にあるものとか自分の目の前の環境生活を考えて、不快を快にもっとよくしていくっていうステップを踏んでいけば、絶対ね理想の暮らしになれるなっていう風に思いました。あとは一気にやらなきゃいけないっていう方法がありますよね。片付けなんか一個一個捨てたらいいよっていう人と、一気にやってくださいっていう人、私はねどっちもねやってみたんですけども、どっちも中途半端になってたんですよね。それはやっぱりね心の問題やったと思います。心って本当大事やなって思いました。何年もねずっと長いこと悩んできて、本当にいろいろ試したのに私もうダメなのかなって
思ってたんですけど、その時にねこの丸山先生のね本と出会いました。でここからね本当奇跡みたいな話をねするんですけど、この本のタイトル自体はね前からねちょっと知ってたんですよ。どうしようっていうので検索してた時に、でそしたらね丸山先生の初めての岡山での片付け講座の会場として私のね運営するレンタルスペースを使いたいというふうに丸山先生からね連絡があったんですよ。これびっくりしません？なんかそれでねやっぱりね奇跡だなって思いました。うん、でね直にちょっとだけだけど、私はねその講座はね参加しなかったんで、まあ、店番してたんですけど、直にね丸山先生とねお話できたんです。でねなんか写真も撮ってもらったんですよ。本当にねだからね、あ私にとってまたね神様がね一人増えたなと思って、もう神様っていうか女神ですね。本当に綺麗でキラキラしてて、でなんかもう一回ね岡山でやる機会がね持てたらいいなみたいにもねおっしゃってくれたんで、次回あったらね絶対自分参加します。もう店閉めて本当にねもうなんか勇気づけっていう意味が分かりました。やっぱり自分をダメ出ししてばっかりだったら苦しいし片付けられないと思います。一気にできる人は一気にやった一気にできた私ってすごいっていう風に勇気づけられると思う。でも私みたいにもう決断力がなくて一気にはできなかった人はずっと挫折を味わったままなんですよね。その攻めが続くんですよ。それがねもうなくなったのがすごい嬉しい。はい、あそうそう、ブックレビューやのに本の内容ね全然言ってないから、ちょっとね本の内容で私がもうおはつきゅんってなったことを紹介しようかな。まずはね快不快で分けるっていうことももちろんなんですが、もう一つはできたことに目を向けるってことです。はい、これね私できなかったことばっかり、あ今日もミニマリストさんの部屋になれなかったって毎日思ってたんですよね。でも確実にいらないもの捨てたりとかリサイクルに回したりとか、そういうことは自分なりにやってたはずなんですよ。実際ねやってたんです。それをね全然評価してなかったんですよね自分自身が。だからできたことに目を向けて、あできたな、一歩理想に近づいたなって思ったらいいよって書いてました。それからもう一つは、毎日絶対にここは綺麗だよっていう場所、綺麗をキープする場所っていうのを作っておきましょうって書かれてました。あなるほどなと思って、これはね他のねお片付け本でもね言われてたり、そうやな、私が知ってたけどできてないのは、まあ、テーブルの上、まあ、毎日リセットする、ダイニングテーブルは何もない状態でね、朝起きた時に何もなかったらすっきりして綺麗ですよね。これねなかなか私できないんですけど、うん、まあダイニングテーブルの綺麗だけじゃなくて、私の場合はねそのメイクコーナーかな、アクセサリーとメイク用品を置いてるところをちょっとね最近綺麗にしたんですけど、そこはねもう毎日ウキウキ、朝一で大体見るところだからウキウキした気分で見たいなっていう風にして、そこはねキープしようと思います。うん、キープできてるし、そうですね、うん、あとはそうだね、電車で桜庭先生にトイレ毎日の掃除せなあかんって、運気落ちるっていうか基本って言われてるから、トイレはね朝起きてすぐ掃除してます毎日。うん、読めばねすごいね、もちろんねもうこんだけあるからすごいいっぱいいっぱい書いてあるんですけど、片付けられない人は原因が分かって変われます。私は変われると思いますね。そう、変わる変わる言っとってね、もう部屋紹介せいやってなるかもしれないけど、ちょっとねあんまり部屋興味ないと思うから、今度ね冬っていうか2月頃になったら引っ越ししようかなと思うんで、それでまた大量にね処分したりとか家具とかも入れ替えたり生活も変わると思うんで、まあ、そのあたりになったらね紹介してもねいいかなっていうふうに思います。うん、
本当にね、めっちゃ目から鱗っていうか意外だった。綺麗な状態がいいとは限らないんですよ、うん、でかつ私自身は私がね貝やと思ってたから散らかりを選択してたんだっていう気づきがありました。本当ね、やっぱり神様っておるんやな、女神様やなって思いました。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。バイバイ。